中川健一は、日本の牧師。伝道団体、ハーベストタイムミニストリーズ代表。元ローザンのユダヤ人伝道協議会日本支部長。大阪市育野区出身。大阪府立育野高等学校在学中1年間、a, a. f 図でアメリカ合衆国アナハイムの高校に留学。1970年一橋大学法学部卒業。大学では、国際部に所属。 部の二年先輩に、経済学者の村瀬哲司教と大学名誉教授がいた。大学卒業後定人に入社。その後、日本マクドナルド部長代理を経て、1979年りにて神学校卒業、巻海学習し、1979年町田クリスチャンセンターを設立し、東京都町田市で電動に従事。1980年からテレビ電動を始め、 1986年、ハーベストタイムミニストリーズを設立。ローザンヌユダヤ人伝道協議会日本支部支部長も務めた。テレビ放送を終了した2010年からは、各地でサイリン待望政会を開いて、黒川智文らをゲスト講師に招聘し、サイリン運動に従事、インターネットでの配信も行う。 聖書から読み取るライフハック術大阪府立、行くの高等学校創立100周年記念事業、聖書流生き方指南 63P ハット、大阪府立行くの高等学校同総会東京支部、平成24年度総会、懇親会大阪府立行くの高等学校同総会、東京支部 AB 中川県一高17.18期、ハーベストタイム、ミニストリーズ牧師、女子育児、 国際部 OB 会館時会。人生に必要な知恵はすべてノアから学べる。夜が明け染めた時中通りコミュニティ。チャーチハット ABC。第27回川越市民クリスマス川越 E イはイネットハット AB。ネット時代に進むユダヤ人伝道と景況のタイミング第8回再臨待望正解。クリスチャントゥデイ2017年11月6日15時25分。第3回。 サイリン体防制会、サイリン信仰を持つ信者が結集。クリスチャントゥデイに2012年2月21日9時36分。サイリン運動、サイリンの条件整える。第3回サイリン体防制会。クリスチャントゥデイに2012年3月22日14時58分。現代世界と終末論サイリンに関して沈黙する理由とは、コムドーカズヒロクリスチャントゥデイ2018年2月25日。 20, ありがとうございます。